トコンとは、アカネカの多年草。花と果実かつては、ケファエリス属に分類されていたこともあり、学名が、セファリス一方キャカンナとされていることもある。ブラジルが、原産地。高さは、約10から20センチメートルほどの小低木で、地中を張って、樹図状の太い側根を張る。茎には4両があり、単毛を生じる。葉は、角質。 楕円形もしくは乱形で耐性する。花は白色で小さく、先端が5つに分かれた筒状花で、大行の双方の上に密集して咲く。朝方咲くと夕方にはしぼんでしまう。花子は遠藤大の果実を結ぶ。この果実は未熟の時は紅色だが、熟すと紫色に変色する。学名の由来は現地のトゥピ族の言葉で、 吐き気を催す草という意味の一歩キャカンナが語源。その名の通り、トコンの根にはサイト作用のあるケファエリン、エメチンなどのアルカロイドが含まれている。特にエメチンはアメーバセキリンに効果があり、現地でも古くから根を乾燥させたものを民間薬として使ってきた。根を乾燥させたものを小薬、トコンといい日本薬局型にも記載されている。巨炭、サイト、カン。 下作用がある。トコンのエキスに甘味料を加えてシロップにしたもの。サイト薬の一種でタバコなどの異物や化学薬品を飲み込んだ時の応急処置として用いられる。しかし、場合によってはトコンシロップが使用できないケースがあり、エメチンなどの毒性のため慢性的に用いると体に悪影響を及ぼす恐れがある。外国では五陰時の応急処置用としてトコンシロップが 家庭に常備されていたが、アメリカでは2003年11月から使用中止となった。日本でもわずかながら流通しているが、注意が必要な薬に分類されており、2012年にはむらの製品が販売中止になっている。ホメオパシーでは、イペカックとして基本的レメディーにされている。しかしその毒性により、心不全を起こすことが報告されており危険である。 abcd in a b a F, l a t, t, n、e, r, for a full list of r e p a r s c, http://apps.q.org/.wcsp/.compiler srviewer e s.du.wcsp World Checklist of Selected Plant Families in Species 2000& i a s 2019アニュアルチェックリスト、デジタルリソース、http www.ca-t-a-l-o-g-u-e-o-f-l-i-f-e.org an-n-u-a-l-ch-e-c-k-l-i-s-t 2019.sp-e-c-i-e-s2000 ナチャリスライデンザネザーランズ ISBN4 から924395から 03X。悲願ナカの植物を誤飲した場合、リコリンなどのアルカロイドの影響で、サイト作用が増幅される恐れがあるため、近畿である。他にも、強酸、強アルカリ、農薬類、灯油やガソリン、一部の洗剤、突起物のあるもの、麻薬、覚醒剤などの誤飲にも使用できない。トコンシロップ、 津村販売中止のご案内2013年6月10日、閲覧。ユイトラコ、ホメオパシーインジャパン、基本36レメディーホメオパシー出版、2005年、中井義勝、サイトザイ,イペカックにより心筋障害をきたした、神経性食欲不振症の一例、精神医学、2011-53、93から96、ありがとうございます。